ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あちゃー、やっちゃった。今度は何をやらかしたんだ霊夢？親戚の子がピカチュウの絵を描いて持ってきたんだけど、もっとピカチュウっぽく修正してって言われて、超真剣に頑張ってたんだけど、気づいたら全然違う絵になっちゃったの。どんな絵になったんだ？ピカチュウを描いてたはずがミュウツーになっちゃった。修正の域超えてる。ちなみに、世界でも日々様々な美術品が修復されているけど、完全に修復に失敗したものもあるって知ってるか？え、そうなの？どんな風に失敗したのかしら？気になるわ。じゃあ今回は、作者ブチギレ、ヤバすぎる美術品の修復ミス9選を解説するぜ。一つ目、木彫りの聖母子像。これはスペイン北部のラニャドイロという村の教会にある木彫り像だ。聖アンナの隣に娘のマリアとコイエスが彫られた像で、木目を生かしたシンプルな造形が、厳かな雰囲気を醸し出しているだろ。像から神様の声が聞こえてきそうなくらい神々しいわね。これは今から約500年前の15世紀から飾られていたもので、この地域で最も重要な神聖芸術作品の一つと言われていたんだ。この地域に住む人にとっての自慢の作品でもあったわけね。そうだぜ。そんな木彫り像も作成時から何百年も経ったせいで、劣化が激しくなってきた。それで教会直々にこの像の修復を依頼したんだ。しかし、修復後の木彫り像は、思わず目を覆いたくなるような出来栄えとなってしまった。お姿がこちら。お菓子のおまけ？確かにお菓子のおまけみたいにキャッチー見た目だよな。頼んでもいないのに、なぜか眩しいくらいにカラフルに色付けされてしまった木彫り像。そしてびっくりすることにこの教会の司祭は、プロの修復業者に依頼したのではなく、近くのタバコ屋を営むマリア・ルイサ・メネンデスさんという女性に、修復を依頼したらしいんだ。この地区唯一の神聖な芸術作品の修復を、ど素人に頼んだっていうの？ちょっと理解しがたいよな。しかも、修復を担当したマリア氏本人は、私はプロの画家ではないけれど、仕上がりには満足してますと、強気な発言をしているんだぜ。芸術的センスは皆無だけど、鋼のメンタルは尊敬に値するわね。ただ、これにはさすがの地方自治体もラニャドイロ村の恥だっと大激怒、法的措置まで検討する状態にまでなったらしい。ところが皮肉なことに、この女性による奇跡の修復、が功を奏した。どういうこと？変わり果てたマリア像を見ようと、たった5000人の小さな村に、13万人以上の観光客が押し寄せることになったんだ。このことから、怒り心頭だった地方自治体も、一概にその女性を責めることもできなくなってしまったとか。すごく複雑な心境ね。二つ目、聖ゲオルギオス像。スペインのエステイア地方に位置する、サンミゲル教会に保管されている聖ゲオルギオスの木彫り像。聖ゲオルギオスといえば、ドラゴン退治伝説が有名なキリスト教の聖人の一人、16世紀に作られたものなんだけど、甲冑をつけた姿が勇ましく、400年前の歴史を感じさせる深みのある彫刻だ。そして教会は汚れの目立ってきたこの像の清掃をある美術教師に依頼したんだ。修復ではなく清掃の依頼をしたわけね。ああ、ただ、美術教師は、調子に乗ったのか気を利かせたのかはわからないが、塗装で修復をしてしまったんだ。その修復後がこちら。だいぶ調子に乗ったわね。ものすごい肌色でベタ塗りされ、修復前よりはっきりした顔立ちになり、くしくも美少年になってしまった。これもお菓子のおまけにしか見えないわね。美術教師の美的センスを疑っちゃうわ。結局教会側は、別の修復の専門業者に依頼をかけて、なんとか無事現状回復できたらしいんだけど、現状回復に要した費用は日本円で370万円だったそうだ。スペインの人って像に色が塗られてないと気が済まないのかしら？三つ目、バーフ大聖堂の油彩画。これはベルギー北西部ヘントのバーフ大聖堂に所蔵されていたヘントの祭壇が、1432年にアン・ファン・エイクと、その兄のフーベルト・ファン・エイクによって完成された作品で、初期フランドル絵画の最高傑作と称えられたんだ。この兄弟が確立したこの油彩画の技法は、イタリアルネサンスにも大きな影響を与えたと言われている。それにしてもすごく変わった絵画ね。それもそのはず。このヘントの祭壇画は、縦約 3.4 メートル、横約 4.4 メートルもあって、観音開きのような枠に、裏と表それぞれ異なる絵が8枚ずつパネルではめ込まれているんだ。その枠は折りたたまれた時に、中心部の4枚の内装を覆い隠すようデザインされている。仕掛け絵本みたいね。そしてこの合計20枚のパネルを、修復復元するプロジェクトが行われ、何年もかけて細部まで細かく丁寧に復元された。その甲斐あって、絵画はほぼ完璧に修復され、文句の付けどころがない素晴らしい出来栄えとなったんだ。ただ、一箇所だけを除いては、その部分だけ何があったのかしら？その問題の箇所というのが、真ん中のパネルの書かれている、神様の子羊の礼拝と呼ばれる羊。この羊の修復前と修復後がこれ、
確かに羊がすごくリアルになってるわね。羊の目の位置や耳の形が、復元前と後では大きく異なっていて、より鮮やかに描かれていることで、羊の輪郭をはじめ全てが明確になったんだ。なんかリアルすぎてちょっと怖いわね。顔が人間っぽく見えることから、ヒューマノイドシープって呼ばれたりしてるんだぜ。ただ、修復チームの指揮を執っていたエレーヌ・デュボアさんは、修復後の羊が本来の姿だと話していて、本来の子羊の姿が明らかになり、世間が衝撃を受けたことを認めている一方で、コン・エイク兄弟が描いた、オリジナルの技法が蘇ったことを喜んでいるらしい。修復が失敗したことをもみ消すために、こう言ってごまかしてるんじゃないの？四つ目、ボルハの教会のフレスコが、これはスペイン北東部の、ボルハという町にある小さな教会で起こった修復事故だ。修復事故？一体どんな仕上がりになってしまったの？怒りを通り越して笑えるくらいすごいぞ。これは今から100年以上前の19世紀に、教会の柱に直接書かれたとされるキリストだ。経年劣化により、みすぼらしくなったキリストの絵を見るに見かねて、信者のセシリア・ヒメネスさんが、善意で修繕をしたんだ。この信者ってもしかして素人？それは自分の目でご覧あれ。これが修復後の絵だ。完全に素人ね。そしてこれはもはや悪意を感じる出来栄えだわ。髪の毛は毛皮のフードをかぶっているように爆発し、虚空を見つめる瞳はなんだか動物的にも見えるだろ？この変わり果てたキリストを見た地元の住民らからは、苦情が殺到した。でしょうね。受け狙いとしか思えないもの。さらに地元の住民だけじゃなく、この噂を聞きつけたマスコミまで押し寄せ、おかげで世界中にこの失態が知れ渡ることとなり、ケムクジャラの猿と酷評を受けた。しかし、これを書いたセシリア・ヒメネスさんも鋼の心臓の持ち主だった。マスコミからの取材を受けたセシリア・ヒメネスさんは、以前の絵もとても良かったけど、私はこれも本当に気に入っているわ、と、答えたらしい。この人ならどんな逆境にも耐えていけるんでしょうね。しかも、この大失態の作品も町おこしの一つとなったんだ。むしろ修復後の方が味があると、観光客が激増するほどの人気となったらしいぜ。不正解が正解になっちゃったパターンね。まさしくその通りで、元に戻さないでという署名活動まで行われたらしい。この絵を描いた作者は天国でどんな顔をしているのかしらね。修復後のキリストと同じく虚空を見つめてるんじゃないか？5つ目、日光東照宮の猿像。日本では修復作業で失敗したという話は、あまり聞かないと思うけど、実はそんな我が国でも修復に失敗した作品がある。それがこちらの栃木県日光市に所在する神社、日光東照宮の見ざる言わざる聞かざるの猿像。2016年に約40年ぶりに全面的に塗り直されたんだけど、この時に修復された3円が、ネット上で批判にさらされてしまったんだ。間違えて猿を1匹増やしちゃったとか？そんなわけないだろう。この3円の修復後がこれ。これまでの失敗作に比べるとマシには見えるけど、若干雰囲気が違うわね。細部までこだわる日本人にとって、この変わりようは受け入れがたいものがあったらしい。ただ、修復前の猿が本来の姿とは限らないんだぜ。どういうこと？実は、江戸幕府徳川家の意向を示す場として生まれた東照宮は、そのきらびやかな装飾が損なわれないように、建造されてからこれまで、定期的に修復されてきたんだ。江戸時代にはおよそ20年周期で修理が繰り返されたんだぜ。そんなに？そこまで何回も手を加えちゃったら、修復するたびに至るところに若干誤差が生じるんじゃないかしら？その通り、そもそも江戸時代に写真なんてないし、数えきれないほど何回も塗り直されているため、3円が生まれた時、どんな塗り方だったのかは、誰にもわからないんだ。ということは、今は3円だけど、本当は4猿だったかもしれないっていう。どうしても猿を1匹増やしたいんだな。実際、今回問題になった猿も時代を遡ると、その違いが明らかなんだぜ。前回修理された1973年の猿は、目が小さく、目尻がキュッと引き締まっていて、やや本物っぽい雰囲気になっているんだけど、前々回の1951年の修理では、目は丸く、さらに小さくなってる。その前の1923年前後の修理時後の猿は、塗装の損傷が激しくてわかりづらいけど、丸くて1973年並みの大きさに戻っているんだ。写真でわかる範囲だけでも、その時々の修理を担当した職人によって、描き方に違いが出るのね。そうなんだぜ。だから、私たちが知っている日光東照宮は、建造時と今では色合いが全然違っている可能性もなくはないんだぜ。定期的に修繕しないといけないのはわかるけど、歴史的にも価値が高い建造物だから、修復することで元の姿と変わっちゃうのはちょっと残念ね。6つ目、バレンシアの美術品。これはスペインのバレンシアにある、無限在の親鳥エル・エスコリアルという作品。有名画家バルトロメイ・ステバン・ムリーヨによって、
1660から65年頃に描かれたものなんだ。若々しい聖母マリアの姿を描いた希少な美術品とされているんだぜ。それにしてもこのマリア様、超絶美人ね。この絵には、聖母マリアは全ての人間が持つ原罪を、背負わず生まれてきており、特別な加護を受けている、という意味を持っているそうだ。マリアの汚れのない美しさ、清らかさを表現しているだけあって、画面からは神々しさが漂ってるよな。なんか見ているだけで心が洗われる気がするわ。それで、今回修復ミスとして問題になったのは、この絵の複製画だ。絵の所有者はスペインのバレンシアに住む美術品の収集家だった。この人には悪いけど、失敗されたのが複製画でよかったわね。同感だぜ。そしてこの絵の所有者は、最良の状態で絵を管理したいという思いから、家具修復業者に修復を依頼したんだ。タンスの色を塗り直すとかそういうレベルじゃないんだけど。そして所有者の手に戻ってきた絵がこちら。誰？原画の面影すらなくなってしまい、もちろん所有者は大激怒。すぐに元通りにしろと命じたんだ。同じ業者に頼んで大丈夫かしら？そして二度目の修復後がこちら。元に戻す気ないわね。テイク1、テイク2の修復ぶりを見る限り、わざとやってるんじゃ？と、疑いたくなるような仕上がりになってしまったんだ。一周回って、もう一回同じ業者に頼めば、元通りになるかもしれないわね。七つ目、清朝時代の壁画。これは中国の遼寧省旭市にある雲雪寺にあった、清王朝時代の壁画だ。結構劣化が激しいわね。ああ、それでボロボロになってしまったこの壁画の、修復プロジェクトが始動されたんだ。それも16万ドル。日本円にして1800万以上費やした一大プロジェクトだ。中国の全総力を注いで修復作業が行われたってわけね。これで失敗しちゃったってなったら、さすがにごめんなさいでは済まないわよね。私は自分が描いたこの絵を気に入ってます。って主張しても誰も笑えないだろうな。そんな、数百年前の歴史的価値のある絵画の修復後が、これ、ディズニーランドの、イッツアスモールワールドの壁に描かれてそうな出来栄えね。確かに、北京在住の学生たちがこの絵をウェブに公開したことで、一般に知られることになったんだ。そして、この漫画風でカラフルな変貌っぷりを受け、旭市の上級職員李海炎氏が、中国史環球時報に説明した内容によると、議員は地元の管理局に壁画修復の許可を求めていたが、管理局が地方省からの許可を待たずに、無資格の外部企業に修復させてしまったという。そんな企業に大金をはたいて依頼したなんて適当すぎるわね。それで、出来栄えがあまりにもひどすぎるってことで、このプロジェクトを担当した役人と、地元の文化財観察チームが解雇されたんだ。そして、今回と同様の悲劇が起こらないようにと、現地には調査チームと警察が派遣されたらしい。元があれだけ劣化が激しかったから、どう頑張っても元には戻せないでしょうね。インスタ映えスポットとして観光客で賑わってくれたら、まだ救われるかもしれないな。八つ目、銀行の正面玄関にデザインされた女性像。これはスペイン北西部の都市バレンシアの、ハイストリートにある銀行のファサードを飾っている女性像。今から約100年前の1923年に掘られ、家畜の丘の牧歌が聞こえてくる、のどかな風景の中で優しく微笑んでいる女性をイメージして、作られた芸術作品だ。確かにイメージ通り、すごく優しく微笑んでいるわね。しかし、この温かみのある女性像が素人の修復家の手により、修復不可能なほどのダメージを受けてしまったんだ。どうして、スペインって素人に依頼したがるのかしら？素人に依頼して失敗されるんだったら、自分で修復して失敗した方がまだマシのような気もするけどな。そんな素人による失敗作がこちら。復元というより完全に破壊しに行ってるわよね。確かに破壊という言葉がしっくりくる出来栄えだよな。よほど恥ずかしかったのか、修復した人物や会社は非公開となっている。ここまで変形させるんだったら、この最高傑作を作ったのは私だって潔く名乗り出ればいいのに。ちなみにこの女性像、実はすんごい高い場所に掘られているんだぜ。え？誰の目にも留まるような場所じゃないの？これが女性像のあるハイストリートのストリートビューなんだけど、肉眼では確認できないくらいこんな高いところにいるんだ。え？全然わからないんだけど。というかよくこんな高いところにある復元失敗作品を見つけたわね。逆にそっちの方が驚きだよな。まあ、これだけ高い位置にあるなら、そこまで問題視するほどのことでもないかもしれないわね。9つ目、万里の長城。中国を代表する観光地、そして世界を代表する建物の一つである万里の長城。紀元前700年頃から作られ始め、秦の始皇帝の時代に5000キロを超え、万里の長城と呼ばれるようになった。その後も歴代の王朝により1600年代まで建築が続けられ、2012年の調査ではなんと総延長距離が約 2.2 万キロとの報告も。2.2 万キロ。果てしなさすぎて想像すらできないわ。
簡単に言うと地球半周の距離だな。やば、そんな巨大で、しかも歴史的建造物を修繕するのは大変そうね。万里の長城といえば石壁を思い浮かべる人が多いと思うけど、雨風にさらされ月日と共に傷んでいく石壁は、いくら補修をしても間に合わないそうだ。そこで地元自治体が行ったのがコンクリートでの修復作業。そして、いざ修復が行われ、それが完了した万里の長城の姿が報道されたんだけど、瞬く間に、中国国内で批判の的となってしまった。石壁に直接コンクリートを塗るっていう、元の名残を完全に消しに行っちゃったのかしら？惜しいけどちょっと違う。そんな修復後の万里の長城がこちら。コンクリートロードになってる。修理が行われたのは観光客が訪れないエリアの建物部分。城壁が崩れ草が生えていた箇所が、すべてコンクリートで覆われた道となってしまったんだ。この地域では頂上の崩壊が進んでおり、その対策のためだったと発表されているけど、さすがにこのコンクリートロードは中国の人たちも納得できなかったみたいだ。写真に写ってる人、普通に歩いてるけど、足を滑らせたら終わりよね。下手すれば死体すら上がらないかもな。ぞぞ、ここまでいろんな修復失敗作を紹介してきたけど、実は修復に失敗した美術品のガチャガチャがあるんだぜ。何それ、面白そう。その名もなんでやねん、修復失敗アクリル BC。一回300円のこのガチャは、横4センチ ×縦5センチくらいのアクリル板に、ボールチェーンがついている。アクリル板はペラペラ曲がるビニールじゃなくて、厚さがあって意外としっかりした作りになっているんだ。子供だけじゃなくて、大人にも受けそうね。受け狙いで持っとくのもありだよな。そしてアクリル板の両面に、美術品のビフォーアフターがプリントされているんだ。どんな美術品がプリントされているの？全部ここまで紹介してきたものなんだけど、首をかしげ虚空を見つめているキリストや、超絶美人だったのがただのおばさんになり果てたマリア様、あと美青年になったドラゴン退治で有名な聖人など、こういった主にスペインの修復失敗作品が集められていて、全部で4種類となっているんだぜ。全部集めたくなってきちゃったわ。それにしてもなんでこのガチャを作ったのか疑問ね。遊び心満載のガチャだよな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。